今日は来てくださってありがとうございます。杉崎花です。えー、っと本当に何度も思い出してこう心の中で再生したいぐらいこう特別な記憶としてあの残っているこの作品がようやく見ていただけてすごく嬉しいです。今日はよろしくお願いします。 えー、松井大悟です、えー「殺球シリーズに関わるの初めてなんですけれども、あのー、すごく参加できて光栄でしたし、こうして、えー、お客さんの前で、あのー、舞台挨拶できるのが、「殺球史上初めてらしいので、なんかそれも含めて嬉しいなと思います、今日はあは、のー、ご一緒したかった杉崎花さん、そして意識している、あのー、お二人の監督とお話できるということで <laughs> すごく嬉しいですよろしくお願いします、はい、監督の今泉です。 今松井さんがいましたけど本当杉崎さん、自分も今回の企画がご一緒するのはじめましてでしたけどもちろんずっとあの知ってましたしご一緒したいと思っていてご一緒できて光栄でしたし、えっと、松井さんと三宅さんとは、えー、本当どちらの監督とも10年来の知り合いというかだったんで、えー、3人でこの企画ができたこともすごく嬉しいです今日は楽しんでいです。ここんんばんは、えー、そううですねなんかこうして 主演と監督3人並ぶって一体どういうことなんだろうってずっと思ってたんですけどいざ並んでみるとなんかちょっと新しいバンドみたいだなっていうことを思っていてま僕はピアノを担当したいとドラムだってさっき裏で言われてたんですけど僕はピアノにしようかなと思っていてあの3人はそれぞれまあボーカルだと思うんですよ。真ん中2人がツインボーカルだと思ってるんですけどまあみたいなことを思いながら。 入りでそれ言わないのかなって思ったら <laughs> いうもう言いたいと思ってもう俺はこのバンド説を言いたいと思ってすいませんあの今日よろしくお願いしますでは初めに杉崎さんにお伺いいたします架空の休日をパラレルなストーリーで描く本作はシリーズ第四弾となります過去の作品もご覧になっていたそうですがご出演されるにあたってお気持ちはいかがでしたかすごく嬉しかったですあの本当に楽しく拝見していた作品だったので なんかこれだけ多くの制作人の方々が携わられてる作品も本当にないと思うので、とっても贅沢な撮影時間でしたし幸せでした。ありがとうございます。続いて監督のお三方にお伺いします。監督の皆さんは杉崎さんと。 撮影が初めてだったと思うんですが現場でご一緒された印象をお伺いしたいと思いますでは松井監督からお願いいたします、えー、はい、そうですねあの撮影する前に台本とか書いていくうちに、えー、こういう人なのかなってイメージして、えー、書いていたんですけど現場だとその予想を裏切り、えー、本当にうん裏切ってくれるしなんかすごく ちょっとした表情とか目の仕草とかもこう撮っているだけで画角として成立するなあっていうことを思って、えー、はいすごいなって思ってましたありがとうございます、はい、では今泉監督お願いいたしますはいえっとこれやりにくいですね三人同じ, <laughs> 同じ最初ずるいなこれあの本当にあの 魅力的だと思ってたんですけど本当にちょっとした例えば一人芝居じゃないですけど自分の輪では電話をこう一人でかけてるみたいな時間があったりするんですけどなんかまあ相手役の声とかなくて電話をするみたいなのって結構芝居としてまあある種限界があるというかどうやってもこうなるようなうまくいってもこうなるようなみたいな感覚を持ってたんですけどやっぱそういう時間もすごく電話してるただ電話してる時間なのにそれがこんなに魅力的にできるんだみたいなことをしてくださったりあと本当に。 撮影中の,その演じている時もそうなんですけど現場での高住まいしかり、すごく現場を楽しんでくださったり明るくいてくれるから現場もすごく穏やかだったりすごく助けられたしまあ技術はもちろんあった上でですけど本当に人間的な魅力の方がその前に出ている気がしてあの楽しく現場を過ごしました、はい、ありがとうございますでは三宅監督、お願いいたします。 いやなかなかこう言葉にするの難しいんですけど苦手なんですけどねあのまあほんとかっこいい人だなと思って仕事をしていましたていうかまあかっこいいところを撮りたいなと思ってましたし撮れたのかなとは思ってますでも他のお二人の監督の作品見ても当然その「かっこいい」なんて言葉にはまた当然収まらないなんですかねお二人とも魅力って言葉を使いましたけどその魅力が本当にたくさんの種類の魅力がある方なんだなってことを作品見ても教えられたかなというふうに思います。 以上ですありがとうございいいまます。す。では杉崎さんにお伺いいたします今監督の皆さんからお話ありましたが、はい、ご自身は監督の皆様の印象いかがでしたか、はい、えー、そうですねあの本当にあに皆様とずっとご一緒したかったのでとっても嬉しくて、えっとえー、最初が今泉組だったんですけど、はあ、そうですね今泉さんはあの すごく背が高いいじゃないですかでも現場でめちゃくちゃ小さくなってらっしゃるんですいつもねもうう今もすごい猫背なんです,で <laughs> ですけどなんかあの今泉組に出演されてた若葉龍也さんが今泉さんのことを「アルマジロ」みたいっておっしゃっててそれがキュッてこうなって現場の隅っこにいらっしゃってであの本番が始まる前の,あの「用意スタート」みたいな掛け声とかも。 すごく緩やかに穏やかに始まってなんかこう今泉さんのなんて言うんですかねぬくもりのある空気感が現場に広がっていてでもこうたまに伝えてくださるそのご指摘の内容がすごくうん辛辣でもあってなんか。 こう穏やかな口調で淡々とこうあの冷静な意見をくださるのでなんかそのバランスがすごく不思議な方だなと思っていたんですけどあのとても楽しかったですありがとうございます。はい、すいませんで次が三宅組の撮影だったんですけど三宅さんはあのすごくたくさんあの会話をした記憶が強くて。 あのこんなに現場で監督とおしゃべりしたことなかったかもって, <laughs> ってうおしゃべりっていうとちょっと語弊があるんですけどでもなんか本当作品に関する話から派生していろんな話をあのカメラのセッティング中の時とか、えっと、クランクインの前のに打ち合わせみたいなのも一回させていただいた時も含めてあのなんかいろんな話をさせてもらって。 なんか気づいたら三宅さんって近くにいてで気づいたらいなくなっててで気づいたらはじ本番始まってるみたいな本当になんかその,あの現実から物語に入っていく線引きがすごく透明っていうかない方でとても心地のいいあの撮影の時間でした。で松井さんはあのなんか。 あの口数も、大丈夫ありますか <laughs> 僕に。なないなら、こ <laughs> <って S 2> と宮家さんだけでも、<laughs> <laughs> 口数がすごいこう少なくて声も結構こうボリューム小さめでなんかすごい現場で誰よりも恥ずかしそうにこうされてる印象があって、でもなんかこうなんかそんな松井さんの佇まいからなんか。 自分は大丈夫だみたいなな気持ちになんかなって緊張しないみたいな松井さんがいてくださると、うん、でなんかそ,その話をあ,のある方としてた時に「それも演出だよね」っておっしゃっててあなるほどなって思って聞いてたんですけどなんかこう多くの言葉を交わさないけれどあのたまにすごいこうじっと目,を目が合う瞬間とかがあったりしてなんかそこからあの。 1>, まあ、1話のとても特別なシーンがあるんですけどそのシーンの本番に入っていってそこからなんかその言葉のないやり取りからこう、うん、本番が始まると何て言うんですかねすごいこうここに残さないこの瞬間に全てを残したいっていうなんかすごいぐっとくるような言葉にできない気持ちになってなんかそういう。 うん、なんかこうたまいが雄弁っていうかなんかそんな不思議なあのでも情熱のある監督すいませんんかすいませんありがとうございますすごく素敵なお話がたくさん出てまいりましたがそれでは皆様にお伺いしたいと思います。本作は個性的な出演者の方々がが登場されますが 共演者の方とのシーンで印象的だったエピソードを教えていただければと思います杉崎さんいかがでしょうかそうですねもう印象的な出来事が起こりすぎてどれを選ぶんだらいいんだろうって今思ってるんですけどあのまだご覧になってない方はえって思うかもしれないんですけど 自分と共演するみたいなシーンがちょっとあったりして、そこはすごく不思議な気持ちになりましたね。<laughs> はい、そこをじゃあ、皆さんにも注目してご覧いただきたいと思います。では、松井監督、はい、お願いいたします。えっと多分今日これから1話を見ていただくと思うんですけど、あの上白石萌歌さんに出ていただいていて、あの？ あの弾き語りをすするんですけどそれは大丈夫です。弾き語りするんですけどあの台本には「弾き語りをする」としか書いてなくてどういう曲がいいかなっていうので僕はなんかこの曲やってほしいなって思っててで打ち合わせでこう上白さんいらっしゃった時に「私これ弾きたいんですけど」っていうのが僕のそのイメージで曲と全く一緒だったんですよ。っていうので「あもうじゃあ絶対これにしましょう」って言って。 たのが印象的で、それでその曲を演奏するので、ぜひそれも含めてなんか覚えてますね。この後すぐはい、はい、見ていただけるということで、そちらも楽しみにしていただければと思います。では今泉監督お願いいたします。はい、自分の回は本当にえっと自分が映画とかドラマとかで今までご一緒しているような、何度もご一緒してきたような。 芹、えっと、タテ人さんっていう俳優さんとか、まあ、若葉龍也さんも本当にちょっとだけ出てるんですけどそういうなんだろう自分ある種なんだろう自分としてはこうやりやすかったりもちろん緊張は関係性として緊張するけどその本当にこう自分の作品の温度とかを知ってくれてる人とかともちろん杉咲さんと若葉さんとか共演はもちろんされてますけどそういう場としてこう。 改めて自分の現場にそこに杉崎さんがいてっていうのを見れたのはすごく楽しかったですしあと、もちろん初めましての方も今回たくさんいて、えー、その人と杉崎さんの間に流れる時間もすごいやっぱ面白くてなんでしょう、ね、この人っていうのはなかなかないんですけどなんか本当にいろんな場所が面白く立ち上がったなっていうのを覚えてますね、はい、ありがとうございますでは三宅監督、お願いいたします。はいうんとそうっすね 杉崎さんがその自分自身と共演するっていうのを撮った犯人は僕なんですけれど <laughs> まあそうですねでもそれに対して多くは語れないですね、えー、とあの橋本愛さんとの場面なんかあそこから撮影が始まっておうもうこの2人だけのシーンでいいんじゃねえかと思うぐらい楽しかったので泣く泣くそのごく短いシーンではあるんですけれどもとても楽しかった印象があるなとあともう一個。 第6話最終話であの結構な人数が出てくるんです。まそこの出てくる人、みんな素晴らしいですし、単純に楽しいシーンになったので、ぜひ1話から6話まで最後まで見ていただければ、なんかあるフィナーレを迎えられる6話の終わりになってんじゃないかなって気はしていますね。あそこすごい楽しかったです。ありがとうございます。続いても皆様にお伺いいたします。皆様に本作の見どころ、注目ポイントを。 教えていただきたいと思うんですが、まずは三宅監督からお願いいたします。一番バッターだとやりやすいね。これは。いや、もうね、杉崎さんですよね。あのー、自分が監督した作品の中でも新しい目を取れたかなと思ったら。他の馬を見ると、また全然違う杉崎さんがいて、まあ、とにかく杉崎さん、杉崎さんを見てるだけで面白いとは思います。はい、じゃ、パス。ありがとうございます。では。 今泉監督お願いいいたします、はい、いや本当になんかなんですかね取材じゃないけどこういろんな場で撮影終わったあ杉崎さんと話したり松井さんとか三宅さんとかともちょっと喋ってたんですけど本当さっき控室とかでも三宅さんがなんかその子の言っていい,いいっすよね三宅さんいいいい三宅さんが「いや本当すごいよねこの子」みたいなことずっと言ってたんですよ「<laughs> その本当すごいよねこの子」みたいなだからその <laughs> 多分本人の「本当すごいよね」じゃないかまあでもなんか。 本音でもそう思うしこういう場所でも言うけどなんか褒めてるばっかりになっちゃうけどやっぱそのさっき三宅さんかっこいいって言ってたけどその着物座り方とかもそうだし自分も結構その長回しとか含めて俳優としてもちろん大変だったり、まあ、もちろんあの演じ場所でもあるかもだけどそれは大変だよなっていうことをしてるんですけど松井さんも三宅さんも、まあ、まあやってていろんなことを。 これは俳優さんやっぱ大変だなっていうことをでも多分楽しんでたりもちろん大変な思いは表に出してないかもですけどすごく何ですか、ね、人としての魅力もそうだし一俳優としての魅力もすごくいっぱい出ている作品だったりっていう感じにはなっているのでそれは楽しんでもらえたらって感じです、はい、ありがとうございます。 でではは松井監督お願いいいたしますす、はいえー、そうですね杉崎さんの魅力は今お二人に言っていただいたのであのこれ本当に全然この6話が全部テイストが本当に違うんですよねであの他にこういうオムニバス企画とかあってもやっぱりなんかどっか世界観が通じ合ってたりとかするんですけどこれって「殺球とっていうルール以外は本当に自由だしその本当に全員のクリエイターの個性がすごい発揮されていると思いますし。 あの杉崎さん、部屋、撮、ま、影、あ、なんで部屋とかがもちろん出てくるんですけど、全部屋がちゃんと違う部屋なんですよね、それって美術部がちゃんとその台本だったりのイメージで多分その部屋を用意していてとか、なんかそういうのも含めて、えー、各話で違う杉崎さんを楽しんでもらえるのもいいなと思います。ありがととうううごございいいまますすすででは最後ににに杉崎さんお願いいたしますそうですね本当に、うん、もう会ごとに 全く違ったこう本当あのお話が放送されるのであの新鮮にあのどの回も楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですけどあのなんかあここでこの人出てくるんだとかこの人がこのセリフ言うんだみたいな面白さもさも結構詰まってるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます、はい、そして本日 ご応募された皆様からもたくさんの質問を頂い,いておりますのでその中からつお聞きしたいいと思います杉崎さんに直近の休日に何をしていたのか聞いてみたいですという質問がお客様からございましたが、はい、杉崎さんお答えいただけますでしょうか。はい、そそううですねうんうんあの本当にあのそうだなこ今回のこのこ 初代で結構休日何されるんですかって質問頂い,いて本当に毎日同じことしかしてないんだなと思ってご飯作るとかハンモックがあるうちに買ったんですけど座ってますとかってしかなくてどうしようって今思ってるんですけどああの日記をえ今年買ったんです1年間の日記を毎日つけていくっていう。 で、あの一週間書き寄せるつっ,ってしまって、この前、それをまとめて書いてました <laughs>。一 <laughs> 週間分まとめて。覚えてました。覚えてました。まあ、というか、まあ何、何、をしたかって行動ばっかり書いちゃって、結局。でも、一週間ずっと仕事なんじゃない。あ、いや、そんなこともないんですけど、あの、誰、なんか。 そうですねはい何を食べたとかはいそういうことを書きました <laughs> ありがとうございます、はい、日記今年頑張ってくださいありがとうございます <laughs> さあありがとうございますもっとお話伺っていきたいんですがお時間が迫ってまいりました最後にこれから本作をご覧になる皆様視聴者の皆様へメッセージをお願いいたしますでは三宅監督からお願いいたしますはいそうですね どれもあっという間の作品だと思うんで、まあ、今日はまず1話だけだと思いますけど、あの楽しんでもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。では今泉監督お願いいたします。はい、えっと最初にも話しましたけど、松井さんと三宅さんと二話ずつ作れてすごく自分も前話見たときに、あこんなにバラバラになるんだっていうぐらい面白かったし、みんなが ある種こう好き勝手にやってる部分もすごくあってそれがすごくえっと杉崎さんとまた他のキャストスタッフの力でこう魅力的になったと思ってます自分もすごく楽しんだし自分の回もすごく満足度も高くできたのでぜひ楽しんでいただければと思います、えー、明日からですかね放送楽しんでくださいありがとうございますでは松井監督お願いいたしますはい、えー、今日はこの後楽しんでいってくださいそして、えー、明日 の夜から放送されるで多分金曜日の夜放送されて土日って、ね、休みだからこうなんかそれも含めて、えー、6週間、ね、金曜の夜から休みをこう感じてもらえたらなと思いますしあの明日めちゃくちゃ雪降るらしいんで、ね、あの用事を済ませたらなるべく早めに家に帰って、はい、あのもう一回オンエアで見てください。すすいまませんんありがとうございます <laughs> なんで,なんですよ <laughs> ありがとうございます。では杉崎さんお願いいたします。はい、えー。そうですね。いやえっとなんかあの私生活であの非日常的なことが起きたときとかにドラマみたいだなって思う瞬間ってあるじゃないですか。でなんかでもこの作品の中ではあの。 まあそういうミラクルもたまに起こったりもするんですけどなんか例えば洗濯機が壊れたりえ行きつけのお店の名前を初めて知ったりなんか内見に行ったら画鋲の跡がささこう跡を見つけたりとかあの普遍的すぎて日常生活で見落としてしまいそうな些細なこともたくさん描かれていてなんか。 それを拝見した時に、うん、そういう本当に小さな一つ一つの出来事が積み重なってあのなんかその人だけの時間っていうか人生になるんだなって感じてそのすべての時間がその人のドラマっていうか物語なんだなっていうふうにあの改めて思ったりもしてなんかそういうこう誰かの休日を描いて いているこの作品で素敵だなというふうに改めてあの考えたりもしていたんですけど、なんか今日はあのそんなまさに今もあのたった一人一人の自分の物語を紡いでいる皆さんとこんな時間を過ごすことができてすごくあの楽しかったです。ドラマ楽しんでいただけると嬉しいです。今日は来てくださってありがとうございました。